野党半島地震で被災した生徒が今月13日と14日に行われる大学入試共通テストの本試験を受けられない場合27日と28日に予定している追試験を金沢大学でも受験できるよう特例措置が取られることになりました。大学入試試共通テストの追試験のの追験会場は東京都と京都都とと府2所されてていましたが加えて 金沢大学角間キャンパスに会場を設置すると文部科学省が発表しました余震が続く中で試験の実施が可能かどうかなど県にも意見を聞いた上で最終的に決定したということです石川県の本試験会場を指定された受験生は追試験の受験を希望するすべての申請者について住宅の被災を証明する理災証明書や医師の診断書などは必要ありません 申請は本試験の会場となる大学への電話連絡で可能になり具体的な申請方法については受験票に記載されている問い合わせ大学に連絡した際に指示を受けてほしいということですまた被災により受験票を紛失した場合でも共通テストの受験は可能で仮受験票を発行するため1時間ほど早めに試験場に行って本部で手続きをすればよいということです 申請の期限は14日までですが困難な理由がある場合は15日以降、速やかに大学入試センターまで申し出てほしいとしています。